こんにちは、プリスキル TV JPN です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はかぼちゃのサラダを作ります。材料です。かぼちゃ、くるみ、干しぶどう、マヨネーズ、塩、胡椒、クリームチーズ、ディジョンマスタード、シナモン、ナツメグ、パセリです。材料はいずれも適宜です。かぼちゃの種を取ります。ヘタを外します。よそ行きにはかぼちゃの皮を剥いて黄色く仕上げるのがいいのかもしれませんが、皮のところにも栄養があるので今日は皮も一緒に使います。かぼちゃね、かぼちゃは硬いので安定を良くして切りましょう。この後電子レンジにかけます。小さく切った方が仕上がりが早いです。仕上げのディスプレイ用に2枚薄く切ったかぼちゃを用意します。一旦ざーっと水をかけます。ちょっと多いかな、少し捨てます。ラップをします。ラップをして600ワットの電子レンジにかけます。熱いですからね、気をつけて開けましょう。うわぁ、本当に熱かった。かけ串を刺してスーッと通れば出来上がり。4分、5分、6分、今日はね7分ぐらいかけましたけれども、時間は切り方とかかぼちゃの質、あと水分量によっても違ってきます。はい、柔らかくなりました。かぼちゃが熱いうちに塩コショウをします。マヨネーズやクリームチーズの塩分もあるので少量です。胡椒です。ナツメグです。シナモンです。フォークで粗く潰しておきます。調味料がなじむようにざっと混ぜておきました。クリームチーズやマヨネーズを入れるのはもう少しかぼちゃが冷めてからにします。かぼちゃが冷たくなりましたので、マヨネーズ、ディジョンマスタードです。つぶつぶじゃないの、たくさん入れてもあまり辛くないです。マヨネーズの量はお好みで足してください。クリームチーズを入れます。ハサミで切って入れるのが意外と便利です。昔ミセス・ジョーンズがサンマをハサミで切った時にはびっくり仰天しました。
薬味のネギなどもハサミで切ることもあります。このハサミは分かれます。もう10年以上使っていますが、使ったら洗ってきれいにしてまた使います。くるみです。ちょっとトッピング用に取っておきます。レーズンです。パセリのみじん切りです。料理学校の先生に、あなたたちのはみじん切りではない、みじん切りはもっと細かいんですって言われたことを忘れません。今日もみじん切りではないみじん切りのようなものを入れました。はい、混ぜます。かぼちゃの皮、気になるときはハサミで切っておきます。食べてみます。私の大好きなかぼちゃのサラダが出来上がりました。クリームチーズやくるみが入ってちょっと贅沢ですけれども、本当に美味しいサラダです。お試しください。最後までご覧いただき嬉しいです。いつも応援いただき感謝しております。これからもよろしくお願いいたします。おいしい素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃ、またね。